お腹いっぱいいただきました。最後にアイスコーヒーとアイスまでごちそうになり、お土産にふ菓子いただきました。私ふ菓子大好きです。すごく嬉しいです。また食べに行きたいと思います。ごちそうさまでした。ふ菓子食べちゃおう。ふがし、ここの硬いとこ好きですか？ふかふかが好きですか？私ふかふか。でも硬いとこもね、黒糖が最高。全部好き。日本の滝百選、棚下不動の滝、大滝でございます。行きましょう。駐車場のところにね、こんな不動尊があります。でっかいんだよ。もう最初からね、ちょっと急なこう坂道です。行けなくはないと思うけど、歩きやすい靴で来ることをおすすめします。いい景色でしょ。利根川です。線路なので、SL 走ることもありますよ。
滝はちゃんと水がありました。こちらは棚下の不動尊。企業に来られた方がいるようです。追っかけよう。ずいぶん綺麗に遊歩道ができてるんですね。私の子供の頃はあっち行ったんだよ。鳥見えるでしょ、これ。あっち側の山道を登って先まで行ったのに、とても綺麗になっております。舗装はされていてもやっぱりきついものはきつい。おー、来た来た。お、涼しい。風が気持ちいい。冷たいです。はい、岩滝。おー、気持ちいい。マイナスイオンたっぷりです。ほら、これペングランシャートです。キラー、滝の裏側ですよ。滝の裏側を通ってきたら崩れております。子供の頃来た道はね、こうやって崩れちゃったんですね。で、新しい遊歩道ができて観光地というかね、いいところになっております。でした。子供の頃の思い出とはちょっと違ってたけど、私もいつか滝行をやってみたいと、そんな風に思いました。皆さん一緒に滝行いかがですか。さあ帰ろう。下りながらね、ちょっと木の枝に突き刺さったんだよね。ああ、
まあ帰るだけだからいっか。ショックだ。